今年度の山口県芸術文化振興奨励賞の表彰式は7月10日県庁で行われました。音楽部門で宇部市の田中裕樹さんが受賞し、村岡嗣政知事から表彰状を受け取りました。田中さんは1982年宇部市生まれです。西宇部小1年の時にピアノを始め、上原中香川高校から国立音楽大に進学。卒業後は市内を拠点に活動し、国内外の音楽祭や音楽家のために作曲編曲を担っています。受賞の理由は、多彩な音楽の作曲や編曲を担当するとともに、音楽指導者への音楽理論指導や子どもを対象としたピアノ講座の講師をするなど、県の音楽の振興に大きく寄与したことです。田中さんはロック、ジャズなどさまざまなジャンルの音楽とオーケストラとの組み合わせ、技術的手法をさらに広げ、これから先の音楽活動に生かしていきたいと抱負を語りました。現在は来年1月に開催予定の渡辺助作生誕160年記念コンサートで演奏する交響曲渡辺助作の作曲に取り組んでいます。同賞は高い水準の創作活動を続け、将来有望な芸術家や文化人を対象に1950年度に創設されました。宇部市の受賞者は田中さんで25人目です。